おい、犯罪者。聞こえとらんのか。ひょっとして黙秘権を行使しとるのか。素直に話した方がいいぞ、この誘拐犯。さっきから聞こえてるぞ。いい加減にしろよな、じじい。だったらお前さんもいい加減見て見ぬふりをするな、よせ。何の用だ。いや待てよ、俺の方が貴様にはいろいろと用があったんだ。おお、なんじゃ。とにかくあれを引っこ抜け。うまく説明できないが、なんだかあれはやばいんだ。バカ者、めったなことを言うもんじゃない。たたるぞ。たたるっておい、何度も埋めたり掘り返したりしてたんだろうが。それはそうなんじゃが、どうやら何度も掘り返しているうちにうっかり地脈の類を掘り抜いてしまったらしくてな。大地の精気を吸い上げて、今ではすっかりどうしたって言うんだ。地脈だの大地の精気だの、そんなたわごと信じるわけないだろ。こうなったら俺が。で、ナナミの話だっけ。あからさまに話がつながっておらんぞ。うるさい。とにかくナナミに使う金の件は気にするな。一度その首を力いっぱい締めさせてくれたら、それでみんなチャラにしてやるからさ。心配せずとも金には困っておらんわ。だったらやつごとくれてやるから、とっとと持ってけよ。こっちだって犯罪者呼ばわりされるのはもうたくさんだしな。そうそう、聞いたぞ貴様。いつも和装のくせに家では英国趣味らしいな。まったく似合わないものにかぶれやがって。似合わないとは心外な。わしをよく見るがいい。一つの言葉しか浮かんでこないじゃろうが。クソじじいか。ジェントルマンじゃいよ。今すぐ首を絞めていいか。構わんが、ナナミちゃんを預かってほしいんじゃろ。貴様もかなり気に入ってるんだろう。だったら問題ないだろう。こっちだって厄介払いができて。わしは某仮想敵国の大物スパイらしいな。どうしてそれを。今朝方ナナミちゃんが少し沈んでおってな、ぼんやりと何か考え事をしているようだったから、背中越しに声をかけてみたら、スパイじゃありませんってえらくびっくりして、おどおどして言うものじゃからな。これは何かあるとピーンときてな。うまいこと言ってこれまでのいきさつを全部聞き出しておいた。安心しろ、わしは正義のスパイで、実はお前さんの所属する組織のボスだということにしておいた。今は正体を隠して部下の腕前を調査している最中だとな。というわけでナナミちゃんにはこれからは二重スパイをするように言っておいたから、お前さんの言動は逐一報告されるからな。まあ冗談はさておき、つくづくバカな男じゃな。お前さんは本当にこれでいいのか。こんなスパイがどうとか回りくどい茶番劇を続けて。何のことだ。ナナミちゃんはなんとなく気づいているぞ。お前さんが離れていこうとしていることに。当たり前だ。最初っから厄介者だったんだから。面倒なんだよ。だからさっきからずっと貴様にくれてやるって言っているだろうが。お前さん本当は全部分かっているんじゃろう。最初から全部分かっていてこうなるように仕向けたんじゃろう。何のことだ。まあいい。わしの思い違いかもしれんし、それに世の中先のことなんてなかなか見通せるものでもあるまいしな。だから何が言いたいんだ。そうじゃな。ひねくれたお前さんが決して言えないことじゃよ。たまにはじじくさい話に付き合うがいい。いつも付き合わされているだろうが。まあ聞け。要はお前さんはあの子に幸せになってほしいわけだ。本当に豊かな暮らし、愛情のこもった温かい食事、賑やかな食卓、清潔で日向の匂いのする衣服、そんなものはいくら金を積んだところで得られやしないって分かっているからこそ、わざとこんな茶番劇をしてわしらに。よくしゃべるじじいだな。俺は気まぐれでやつを拾って飽き飽きしたから手を切ろうとしているだけだ。勝手に解説してるんじゃない。それに俺は間もなくここから出ていくつもりだ。管理人は見つかったことだし、ここにいる理由もそろそろなくなる頃だろうし、もともとちょっとした休暇の暇つぶしのつもりだったからな。それでどうなんだ。貴様はナナミを預かる気はあるのか。俺が聞きたいのはそれだけだ。もちろん喜んで引き受けるが、それは本人が喜んで了承すればの話じゃぞ。なら決まりだ。あの子が了承すると本当にそう思うのか。当たり前だ。そうか。まだ気づいてないのか。若いのう。優れた能力よりもむしろ経験がより勝る局面というのがこの世の中には数多く存在することをお前さんは学ぶべきだろうな。まあよい。縁があったらまた会おう。エージェントよ。どうしてわかった。俺がナナミに冗談を言ったとは思わないのか。リタイアしたとはいえ、わしもかつては大抵の人間が知っているような有名企業の会長でな。お前さんのような連中を刺激する立場にあったからな。なんとなく物腰や雰囲気でわかるよ。まだそんなに若いのに因果な商売をやっていると思うが、願わくばお前さんのその読みが外れていることを願っておるよ。ではこれで失礼させてもらおうかの。まったくなんだっていうんだ。お帰りなさい。お帰りなさい、宗一さん。上着お預かりしますね。よいしょ、よいしょ。ナナミ、別に夜遅くまで起きている必要はないんだぞ。勤務時間は夕方で終わっているだろう。勤務時間外ですから夜更かししちゃってたんです。そうか。今日のご報告は、実はおじいさんは、でも言っちゃダメなのかな。疲れてるんだ。これから仕事もしないといけないし、何か報告があるんならもう少し調査を続けてからにしてくれ。はい。じゃあとっとと寝ろ。はい。じゃあおやすみなさい。時が流れ、私の中で着実に育っていった思いは、ついに私に一つの行動を促した。海底に沈んだメテオール号を私はもう一度見たいと思ったのだ。事件の真相を知りたかったのか、それとも事件を闇に葬ったことを詫びたかったのか、あるいは単なる感傷だったのか、自分でもよくわからなかったが、もう一度あの船を見たら何か答えが見つかると思ったのだ。調査は難航した。当時の事故に関する調査報告はいつの間にか抹消されており、海難審判庁の記録にも沈没地点は記録されていなかった。だが今では私もそれなりに名を馳せたエージェントだった。私はその能力を存分に駆使してついにその正確な沈没座標を突き止めることに成功した。そして取り急ぎ向かったその地点で私はようやく答えを見つけたのだった。そこには巨大なリグが建設されフル操業していた。まるでそこに沈んでいる乗務員の墓標のようにそびえ立つ。その鉄塔に我がクライアントのシンボルが刻んであるのを見た時、私が決して見逃されてはおらず、常に監視されていたことに震え上がるような恐怖を感じ、そして矛盾するようだが何もかもが終わっていなかったことに、まだ間に合うことにむしろ安堵したのだった。遠回りをしたものだった。事件から10年経って私はようやく真実にたどり着いた。その詳細をここで語るつもりはない。また語ったところで誰も信じないだろう。そして私のような人間を再び出さないためにも、私はこれを誰かに託そうとは思わない。どのみち、エージェント風情ではどうしようもない問題であり、そう知りつつも、私がこだわり続けるのは、単にこれが私自身の問題だからだ。そう。私はあのリグを破壊した。完膚なきまでに破壊し、メテオール号の隣に沈めてやった。できるだけ穏便に済ませたかったが、あれだけは我慢できなかったのだ。これで多少は先に死んだ連中に言い訳できるというものだろう。そしてそれと並行して彼らの進行する計画に対して考えられる限りの妨害工作を行った。混乱を将来することは私の最も得意とするところであり、その最後の総仕上げは今夜で完了した。エージェントとして初めて有意義な仕事をしたと思う。かつての私は過去にとらわれ、市場で行動することの愚かしさをあれほど断じていたというのに、今はとても安らかな気分だ。多分今なら私は胸を張って言える。私は一度は逃げ出したものの、それでも仲間の復讐をしたかったのだと、そのためにエージェントになったのだと。思えば本当に遠回りをしたものだ。あの時私はその先にどんな未来が待っていようとも彼らのレポートを読むべきだった。そして命を賭して戦って死んでおくべきだった。おかげで私は恥辱にまみれ敵の片棒を担ぎ償いきれない罪を背負うという愚かしい反省を送ってしまった。もう取り返しはつかないが私自身の人生を清算するにあたってせめて最後だけは悔いのないように締めくくろうと思う。私は今回有意義な仕事をしたつもりだがそれは対極的に見れば愚かしく無益で無駄な行為だったことは承知している。私を常に監視していたはずのクライアント側が未だに沈黙を保っていることからも明らかだ。私の行動はせいぜい計画の進行をわずかに遅延させる程度にとどまるのだろう。それが数年なのか数ヶ月なのか数日なのかどちらにしても私がその答えを知ることはない。我がクライアントは私の成した仕事について常に厳格な評価を下し相応の報酬を支払ってきたものだ。長い付き合いだ。今回の仕事について彼らがどう評価しどのような報酬を与えるつもりなのか考えなくてもわかる。だが私は逃げない。取り巻く世界がどのように変わろうと変わらない強さ、強い意志と信念の力。私はハーバー氏の生涯に同情したわけでも自分を重ねていたわけでもなくその強さにずっと惹かれていたのだろう。果たして私がその強さを得ることができたのかはわからないが今の私の中に空虚は存在せずとても充実していることは確かだ。これで私の話はおしまいだ。この式は私が駆け出しの頃に世話になった情報屋にデータベースのコピーごと進呈するつもりだ。オリジナルはこれを書き終わり次第破棄する。企業専属となってからの私はその活動内容を伏せたのでエージェントとしてのランクは最低限のままだ。暗号化は厳重にしてあるので情報屋は解読作業のコストを考えておそらく未解読のままで叩き売ることだろう。所詮私の人生だ。そんなもので構わない。もしもこの手記を解読した物好きなエージェントがいたら一度感想を聞いてみたいものだと思ったがまあいい。ここに書かれていることには首を突っ込まずさっさと忘れてせいぜい悔いのない人生を送りを願っている。さて私はいつも通り例の安酒場で一杯やりそれから夜明けの海を見に行くつもりだ。空虚な混迷の夜から抜け出てようやく朝を迎えることができた。私自身を祝福するために。エージェント失格だな。自業自得だ。いい年して大バカ野郎が。そろそろ潮時かな。天気もいいし、どこかに出かけるか。ナナミ、お前は今日暇か？ちょっとお待ちください。時間外みたいです。ナナミ、お前は日曜日というものを知らないのか？そうでした。今日の予定に何も書いていないから、どこかに落っことしたのかと思いました。そういうことなら一緒に出かけないか？買い出しにですか？じゃなくて、仕事とか抜きにして、ナナミはどこか行きたいところはないのか？じゃあ一緒に映画館に行かないか？テレビで見るのとは違って大迫力だぞ。楽しいこと間違いなしだ。お菓子は食べられますか？もちろんだとも。けど、映画館に行くんじゃないんですか？ああ、シネコンのチェーン店だよ。シネコンですか？シネコンっていうのだな。つまり、そう、映画館がたくさん集まった、いわば映画のデパートみたいなところだ。素敵です。映画館がたくさんなんて。そうだろう、すごいだろう。お菓子がいっぱい食べられますね。行くぞ。え、あ、ななみ、何か見たいものは？あれ、かわいいです。宗一さん、あの大きなぬいぐるみ、なんて名前なんですか？何のことだ？そこにある大きなぬいぐるみです。そんなもの、どこかにあったっけ？そっちじゃなくて、天井でも床でも後ろでも斜め後ろでもなくて、そこです。すぐそばのお店です。ひょっとしてグッズショップの大きなぬいぐるみのことか？はい、なんて名前なんですか？あれはだな、ゲボドロンっていう前世紀末に発見された大型肉食獣だ。今大人気のスプラッタホラーバイオレンスアクション映画で大活躍しているぞ。見たいのか？大活躍って？舞台は豊かな自然に囲まれた山あいのキャンプ場で、爽やかな風の吹く初夏のある日、都会から若者たちが遊びにやってきて、そこでやつに出会うわけさ。素敵です。きっと仲良くなって一緒に空飛んじゃったりするんですよね。何の話だ？肉食動物なんだから、食うか食われるかの関係しかあるわけないだろう。とりあえず自分より小さな動物はみんな餌だ。やつは普段は山奥でおとなしくクマとかイノシシとかむさぼり食ってるんだけどさ、餌がなくなって腹が減ってくるととんでもなく凶暴になって谷間に降りてくるんだ。そんなのに出会ってしまったから、さあ大変だ。一人が捕まっている間に残りの連中は何とか逃げ出したものの、運の悪いことに外へ通じる道が土砂崩れで塞がっててさ、山からは出られないんだ。そうこうしているうちに一人また一人と追い詰められて、お弁当を取られちゃったりするんですか？まさかな。人間じゃないんだから、そんな泥棒みたいなことはしないよ。なんだ。じゃあきっと一緒にピクニックとかしちゃうんですね。お母さんに内緒で持ち出してきちゃった真っ白なテーブルクロスを広げて、一緒にお弁当を食べたり歌ったり踊ったり。そうだな、食べたり歌ったり踊ったりもしてたかな。本当ですか？とりあえずやつらは人間を見つけると歌い始めるんだ。素敵です。シャーってな。どちらかというと威嚇の叫びかな。同時に胃液を顔めがけてビビュッて吐き出してさ、これが強酸性のものすごくやばい代物で、触れたものをジュジュジュって片っ端から溶かしてしまうんだ。だからこれが万が一にでも目に入ったらもうアウトだ。何も見えなくなったところをとっ捕まって食べられてしまう。これも大自然の摂理だから仕方ないよな。野郎はぶっ殺されて頭からバリバリ食われるだけなので、さほど苦しまなくて済むらしいけど、女の子は生きたまま肝臓から食われるのでのたうち回るくらい苦しいらしい。死のダンスってやつかな。え私ちっちゃいし、きっとおいしくないですよ。ナナミだったら奴らにとってはちょうどいいおやつって感じじゃないかな。まあそんなに心配しなくても人里にはめったに現れないし、それに目の前に現れてしまった時にはもうどうしようもないわけだしな。おやつ。じゃあチケットを買ってくるよ。ナナミもお気に入りみたいだし、映画でだけでも奴らの勇姿を見ておくことにするか。私できたら他のがいいです。そうなのか？残念だな。ふかふかですね。お菓子はポップコーンでいいか？行儀よく食べてろよ。残したりこぼしたりすると怖い守衛さんがやってきて、どこか遠いところへ連れて行かれてしまうからな。